手が死んできてる。左手。ちょっとやばい。いや、大事だと思うけどね。指先はいいけど、これモンベルのヒートテックのやつ。ちょっと待って、ごめん、手死ん。やばいね。ごめん。感覚なくなってる。これありがとう。これ氷だね。うん。ありがとうありがとう。助かります。危ない。左手死んでいて。それがないとすげー寒い。 なぜか右手は大丈夫なんだよね。こう、さらけ出してるの。持ってるからじゃん。どうなんだろう、わかんねえ。よし、じゃあ行きましょう。まあちょっと慎重にね、舐めない程度で。よし、左手死んでるな、やべえな。あったかい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ、気をつけてね。はい、はい、じゃあ。ゆっくりで。体動かしながら俺。なんだ。ちょっと休みなしで降りるね、もうこれ。休んだら多分、マジで。寒くて体力奪われる、逆に。このガキガキだね。紐が。うん。いやでもちょうどいいよ。むしろ。ここ階段まず降りて、こっちがいいと思う。こっち危険。階段まず降りて。そうそうそう。そう交渉。いや全然。尻もついたわけ。そのための軍勢してるんだろう。どっち行ったわけ。私の仕事で言ったら忘れてた。今無理いやこれ無難に左から行こう。今日続きが多いから逆に良かったかもな。あそこから降りるの今日危険だよ。これこんな凍ってると思わなかったもん。まあまあ道はね、あの三角これじゃね、意外に凍ってるからあっちのは危険だったと思う。登るのも降りるのも。お前人気だな。これ左からのがいいかな。うん、左からのがいい。これ左からのがいい。あ、そっちのがいいや。うん、そっちから降りちゃいな。あ、私ちょっと待って。いや完全に今これが鹿に入ってる。うん、下り多分左のが楽だこれ。うん、右も左から来てた私。うん、見た感じだとね。もう滑ったら一貫のおしまいだな。まあね、左がいいな。これ夜ないとランプつくんかね。うん、これ気をつけてね。あなた身長あるから。え、あなた身長あるから気をつけて。ここちょっと尻もついてあるかもしれない。こういうふうに。うん、ここにいとくわ俺。なんかずりこけたら怖いから。うん、そう、尻もついたらそこ危ねえからね。そのためにこの限定してるしさ。うん、オッケーね。パンツもこういうのにしてんのかな。こっちから行こうか。あとはもう大丈夫でしょ。はい、ワンコ、ワンコ見て笑ってくる。いや、女行っちゃうよ。あそこも行きます。あ、ごめん、止まったから。あー、ここね、階段がね、あんまり段差が一定じゃないからさ。ね、あー腹減った。なんでさ、こう登山行くとカツカレーが非常に食いたくなるの。
めっちゃカツカレー食いてんだよね。あ、こちら。もうカツカレー絶対、あ、ねえや。うん。あ、ヒレカツあんのか。家にヒレカツあるわ。ちょっとさ、家帰るまであと何時間の話。そうなんだよな。ヒレカツ食いてんだよ。あ、ヒレカツ買ったんだよ。もう一個買ってきてもらったかな、袋。二つ買ったんだよ、5個入りの。あ、4個入るか。ヒレカツと、この日って、うん。ああ、いかつか。いや、とこれ怖いよな。ところどころ凍ってるから怖いよな。うん？大丈夫。あれ夜は歩きたくねえの、マジで。だって山頂ちょっと凍ってたじゃん。あの坂道凍ってんの危ねえよ、マジで。下柱先輩、あ、でもちょっと待って。下柱取って。あ、どうぞ。拙者しよう。これね。え、なんか。御嶽さんも見れるだろう。わ、うんうん、ー。はい、大丈夫。とりあえずもう動きたい、俺は。さっさと動きたい。もう、体動き止めたら死ぬ、マジで。腰。いやー、体壊してた方がいいよ、ずっと。それ、今あったかくなってるだけで、錯覚してるだけだから。寒さに慣れた。うん、寒さに慣れた。いや、それ錯覚だって。マスクしないで歩いたじゃん。ああ。錯覚だよ、これ。とりあえず体壊してた方がいいよ、マジで。うん、絶対動き止めちゃダメ。うん、だから、これも休憩なしで、女行ったらそのまま降りるんで。まあね。大丈夫だと思うけど。あなた体力持ってるから。ただね、油断できねえ、この寒さ。あー、でもつくはいいな、マジで。うん、で、明日は江ノ島だよ。いいね。なんか変な想像しちゃった。変な想像しちゃった、これ。何？変な想像しちゃった。形がなんかやらしい。まあ多分あれ人間の力で簡単に降りちゃうと帰りますから、ポキ。どっちから行こうかな。誰から行こう。ちょっと大げさに喋るんで、俺。なぜかって口元が寒くなると死ねるから。うん、どんどん喋った方がいい。マジで。喋んないとマジで口元寒くなる。え？そうそう、うるさいぐらいに喋った方がいい。ああ。おいおい。わんわんわん。ああ、寒め。こっからも取れたんだ、てか。こんなとこあったんだね。立ち入り禁止でーす。へぇ。ちょっと軽く。あったんだね。知らなかった。え、今なんかほら、落石のあれの、あ、これ乗りたら。あ、乗れる。椅子があるよ。俺、これに一度でいいから乗りたい。は大山で見てよね。ああいう感じなんだ。よし、じゃあ行くか。でもなんか筑波山って元気出てくる山なの。うん。で、多分どの山登っても同じこと言ってる。幸運って。なんか私、幸運って。あ、あれもないからさ、ちょっとやっていい？筑波山じゃないんだけど。幸運って。あ、いやいや、刺さった。今のは都内でわけだからね。なんで取るの？うん、痛い、痛い。なんか、そこから噛んでる。いや、女行きましょう、女。このまま女行こう。辛い道あったっけ？ない。ここが辛いんだっけ？短いけど。何が？え、道としては、あの、仕掛けが。うん。まぁ、ちょっと山頂のあたりが、あっちはね、めんどくせえかなって感じするけど、まぁ、そんなに痛くないよ。
来たらこあとね混んでるかな。あでもロープウェイないから混んでねえ。ロープウェイはないんですけど、うん、ロープウェイだったら楽だったね。まあね、そうか、いつもチートしてたから。うん、しかし今何分か全然わかんないけど、あ、やべ、右ビガン進んできた。16時か。